ダッシュフォーキャッシュは、競馬用クォーターホースに大きな影響を残したアメリカ合衆国のクォーターホース系競争馬、シュボバ。1997年クォーターホース伝導入り。生涯成績は25千21勝、2着が3回、ある。1976年のチャンピオンズ・オブ・チャンピオンズで21秒17のトラックレコードを記録し、翌1977年にも勝利した。 その他、サンカントリーフューチュリティ、ロスアラミトスダービー、ロスアラミトスショーダンイチャンプ、ラボックダウンズダウンフューチュリティ、ベッセルズマチュリティなどに勝利。獲得賞金は50万7687ドルに達した。1976、1977年、クォーターホース年度代表馬。引退後は、タネボバとなり、総額250万ドルのシンジケートが組まれた。 総獲得賞金3999万245ドルは、クォーターホースの種ボバとして、未だ歴代2位で、1位のファーストダウンダッシュも自身の3区である。1996年に、馬原中性赤髄農園により死亡したが、現在その子孫によって、クォーターホースの血統が塗り替えられつつあり、二千六年には、獲得賞金上位十頭中九頭が三代以内に、 ダッシュフォーキャッシュの地を一箇所以上持つという状態になった。ありがとうございます。